はい、どうも、ジャージです。XBC8 さんです。皆さん、お久しぶりです。というわけで、皆様のおかげでね、無事、中学校を卒業してね、ついに僕もね、高校生デビューにまっしぐらなんですよ。僕が YouTube を始めたのもね、中学生なので、なんつうんだろうね、こう、人生の中でも大きな変化があった中学校生活3年間なんですが、この度卒業して、幕を閉じたわけなんですが、先生方、本当にお世話になりました。友達もね、はい、とてもお世話になりました。高校行っても頑張ります。今回はね、まあ、久々の動画となるのですが、この動画を僕はずっと投稿したかった。やっとの思いで投稿できる動画です。今回は何をするかと言いますと、話は少し遡ってしまうのですが、よりによって僕は受験期間にね、映画やアニメにハマってしまったのです。iTunes やね、ギャオとか、僕はそちらの方でいろいろ映画やアニメを見ていたわけなんですよ。その時に思った。手が疲れる、マジで。スマホで僕はこう、Hulu とかね、ああいうギャオとかもスマホで動画が見れるんだけども、やっぱ手で持ってこう寝っ転がって見る人なんだけど、こう疲れるのよ。ここ。それで僕はね、一昔に前に流行ったダンボールホームシアターってやつ、これかぶってさ、かぶってここスマホを入れたらちょうど見れるよみたいなね。まあこういうね、 iPhone6 とかをさ、こうまあ6じゃなくてもいいんだけど、まあスマホをここに入れてかぶって見れるよって、寝っ転がってこういう状態で見れるよってやつなんですよ。僕はそれを極めたいと思ったのよ。それでネットでいろいろ調べてたら面白いサイトを見つけたんですよ。そのサイトさんを見ると、ぜひね、皆さんも作ってみてねということだったのでね、実際に僕は作ってみたいと思います。そちらのブログさんのソースは下に貼っておきますので、気になるよって方はぜひチェックしてみてください。というわけで僕は実際にね、ブログではそうやって紹介してる人はいたけども、動画でやってる人は果たしているのかというのは調べてないので分かんないのですが、実際に僕はやってみたいと思います。制作にあたってちょっとちらほらと、物を買ってきましたので、はい、こちらのバケツに入ってるものですね。100均でね、買ってきました。なんつうの、この排水口とかにさ使う、この排水口カバー2つね、ストロー、まあ何に使うかっていうと飲み物だね。ボンド。結論から言いますと、僕がこれから作るダウンボールホームシアターは飲み物付きで、さらにポップコーンも付いてるっていうね、マジでね、ホームシアターなんですよ。これでね、ごちぐさも見れたら素晴らしいよね。あいつはちょくちょく愚痴挟んでくるんですがね、基本触れないでおきましょう。忘れちゃいけないポップコーンもしっかりと買ってきたので、早速ね、制作の方に取り組んでいきたいと思います。スーパーに買い物に行った時にもらってきたので、実際にこのカスタードケーキをね、箱買いしたわけじゃない。こんな感じのアングルっていうのは今までなかったですよね。どう映せばいいのか分かんなかった結果こうなりました。やっぱスマホを入れる穴を作らないといけないと思うので、まあこういう感じで使おうと思ってるんで、スマホの画面はだいたい真ん中でいいんじゃないかなと思いますね。難しいね。これ失敗したら致命的だよ。目分量で大体の位置をこういう感じで。つけたらわかるのですが、この部分ありますじゃないですか。この画面じゃない部分。その部分のサイズを測って、その部分は切らないようにしないといけないですね。5、6、7。まあ非常に見えづらいのですが、まあこの部分は切らない部分ですね。あ、やべ。だから自由研究してるみたいな気分だね。カッターの使い方とかで危ねえよって見てる人を思うよね。ああ、行き過ぎた。まあ大丈夫だ。というわけでこちらのね、メインに使ってるカメラの充電がね、バッテリーが尽きたということなので、こちらの、旧メインカメラの方に、移し替えました。スマホをここにセットしても、やっぱ動画の切り替えだったりとかさ、結局スマホの画面をいじんないといけないし、ポップコーン食べるにしても手を使わないといけないけど、被ってる時下から入れるのはなかなかね、難しいということなので、操作口作りたいと思います。使うのがこれなんですよ。こんな感じで。あ、すごいじゃん。いい。なんかこれ放送して大丈夫かな。ここに、こんな感じ。これはもうね、画力で、さささーっと。強奪だけど、ここをくり抜こう。あ、怖っ。あ、すげえ。はい、来た。ああ、いい。これ大丈夫か。もう片方。ここはもうセンスです。だいたい見づらいけど、こんな感じの。ああ、やっちゃった。大丈夫。段ボールだから。こんな感じで、向こうが、こう、一直線。あ、だいたい完璧な位置だわ。両サイドのこのピロピロは取ってもいいかなと。斬鉄剣。こんな感じの進行状況です。ここを、飲み物の台にしようかなと思うわけなんですよね。こちらにね、このカッピコップ。こちらのカッピコップにね、飲み物じゃねえや、ポップコーン入れようと思います。こいつが飲み物のやつなんですが、これで考えてもサイズ等はこうなってても大丈夫なので、全然問題なさそうだね。飲み物とポップコーン食べながら見れるっていうのが、じいちゃん的にポイント高かったんですよね。あー、いいっすね。こんな感じで。こうあったら、こういって、こう、こういう感じ。あー、いい。あ、完璧やん。いるじゃない、こういうしょぼそうな男子。おたっきーな感じの、見るからに、
負のほら前回のさ男子この動画見てる人もさ人事とは思えねえと思ったやつもいると思うんだけども、そういうやつがさ俺ホームシアター持ってるようなんつったらさめっちゃかっこいいじゃん。そこ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 のギャップキュン、ギャップキュンとか言わないか。はい来た、はい来たしょこれ、こう言ってこうですよ。完璧でしょこれ、完璧だわこれは、完璧でしょ。後ろはないとダメです、これは必要です。こう言ってこう言って埋める感じかな。完璧でしょ。だいたいだいたいだいたい段ボール2枚分が iPhone6 Plus の高さ、段ボールバンドでこんな感じで固定すればいいんじゃないかな。カメラの穴を隠さないようにするところはねやっぱりプロって感じだよね。あめーい、壊れたかもしれない。割れちゃった、割れてない、ギリギリ割れてない、よしセーフとみなそう。というわけでね、あれからね、もう1時間ぐらい格闘した結果のシステムがこれです。ものすごく見た目的には残念な結果になってしまったわけなんですが、機能性的には割とすごいです。ちょっと画面も絶大な被害を負ってしまったわけなんですが、その結果編み出されたシステムです。こんな感じで画面の電源をつけたままバンカーリングを立てて、こっちからだっけ？そうだね、こっちから入れますね。はい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 。そしてここまで来たら、バンカーリングを倒します。はい、そしてここのこの板をねこうよく見たらこう挟んでるんですよ、この板をね。ここなのでちょっとまあ安定感があるわけです。まあここはちゃんと最後綺麗にする、まあピタッと止めるわけなんですが、でここどうしてもパカパカしちゃったので、ここ、こんな感じで挟み込んで安定させる台がこんな感じでここに立ってるんですよ。若干ここここちょっと段ボール入ってるんですよ。なのでちょっとここ段差があるので、こっちからも落ちづらくはなっております。こっちに軽く倒しただけだったらこんな感じでは落ちないかな。まあ、あれからね、まあ2時間いや3時間ぐらい格闘しましたよ。もういろいろなダメな点を見つけてはもう試行錯誤を繰り返して、ここ最近そう、下手したら受験より頭使ったんじゃないかっていうぐらいね、頭をフル回転させたね。うん、多分オーバークロック状態だったね、頭は。完成した結果を皆様にお見せしたいと思います。これはね、完成度としては僕はね、超高いと思う。あっ、こちらですね。はい。ちょっとパッと見ただけじゃ何が何だか分かんないと思うんで、詳しく説明しましょう。全体像は、ま、こんな感じになりましたね。ちょっと想像以上に雑になったんですが、これ、多分、見てて思ったと思うんですよ。これ、被ったら重心が多分、飲み物といい、ポップコーンといい、スマホの時点で重心が前にあるので、こうなるって、被った時点でね。そこの点までも、うまくね、改善することができました。最初はこの点々の部分までだったんだけど、ここまで全部、フルに、くり抜きました。で、糊はこの下の部分にちょうどついてる感じになります。こんな感じでね、手入れたりできるので、スマホの操作やポップコーン、そして飲み物を飲むことが可能となりました。これが何かというと、これがね、最大のポイント。僕が超試行錯誤した、挙句に見出した点です。画面に映ってるかわかんないのですが、こんな感じとなりました。重心が全く前に傾いていないじゃないですか。こう、まっすぐ、ちょうどまっすぐ被れます。それは何でかというと、こちらの、さっき言った紙コップが胸のところにちょうど当たるんだ。どのように見えるかと言いますとね、ちょっとカメラ越しだと伝わりにくいとは思うのですが、疑似体験していただくと、こんな感じに見ることができます。こういう感じ、こういう感じでポップコーン食べたり、ここでスマホを操作したりすることがこういう感じでできるわけですよ。ポップコーンこれ撮ってんのもう12時過ぎてんですよ。12時過ぎるとお腹空いてきますよね。このぐらいですかね、ポップコーンの準備ができました。現在うちにあった飲み物がグリーンだからぐらいだったので本当に入ってます。この蓋そんなに信用できるかな。うん、押し、はい、来た来た。皆さん見えてるかわかんないんですが、こんな感じで成功しました。動画の再生 OK です。ポップコーン食べれてます。地味だなこの動画。飲み物 OK です。やばい。うん、完璧完璧。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、現在試したところによると、ポップコーンもこっからしっかり食べれたし、飲み物を飲めました。そして動画もしっかりと見ることができました。普通に売る気を出るレベルのホームシアターです。はい、というわけで、こちらの動画が初めて出た方は、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。パソコンの方は、下の登録ボタンじゃねえや、あ、いいんだ、下の登録ボタンやチャンネル登録お願いします。それ以外の方は、下にモノホン登録ボタンがね、ここの、ずっと下の方にあるので、そちらの方から登録お願いします。で、こっち側には過去動画貼っておきますので、そちらからよろしくお願いします。
というわけでこちらの段ボールのホームシアターを作るにあたって、参考にさせていただいた、ブログさんのソース、その他もろもろ、ツイッターのリンク等も全部下に貼っつけておきますので、暇な方は説明欄をいじくってみてください。はい、というわけで、こんな感じでね、中学校も無事卒業して、これからは高校生活が待っているわけなんですが、どんな感じの動画になるんでしょうか。僕もさっぱり予測できませんが、こんな感じでね、中学校生活、最後の動画になるかわかりませんが、これからも GSX BC8 よろしくお願いします。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。